皆さんこんにちは、ムチョと申します。今日はですね、一口馬主のガチ収支を探るということでですね、この間ですね、私の出資馬カイザーレオンさんがついにですね、募集金額っていうのを獲得賞金で超えたんですよね。まあもともとですね、一口やる前からやはりこれっていうのは目標にしていた数値でして、まあ一応ここだけの数値で言うならばですね、いわゆる回収率 100% 超えっていうのを初めて本場が達成してくれたわけですよね。まあただですね、いろいろ経験を重ねるにつれて、やっぱり思ってた以上に維持費とかその他もろもろの出資であったり、まあ逆にね、手当とかの収入であったりが大きかったりと、まあ正確なね、回収率っていうのは、まあ、やっぱりここだけの賞金と募集金額だけじゃわからないなっていうのはまあ思ったんですよね。まあということで、ちょっと今回はですね、もうガチの収支ということで、この賞金以外も含めてですね、現時点でどのぐらいのね、ガチ回収率になってるのかっていうのをちょっとね、ご紹介したいと思います。まあやはりね、一口これからやりたい方とかやってる方もですね、この獲得賞金で募集金額を超えるっていうのはまず目標にするところだと思いますんでね、その時実際どんぐらいになってるのかっていうのはね、気になるところではないでしょうか。ということでですね、この間ついに未勝利戦勝ち上がった時の金額っていうのが入ってきまして、一応現時点でのですね、9月まで走った上での収支っていうのがね、確定しております。まあ、改めてね、やっぱり勝った時の爆発力っていうのはすごいなと感じるところですけれども、では果たして回収率 100% 実際超えてるのか見ていきましょう。本番は二次募集ということで、若干ですね、一次募集の間に比べると最初の1日期っていうのは少ないかもしれませんが、一応ね、どこのクラブでも基本的にはその2歳明け1月からの維持費ということになりますので、まあ、ある程度参考にはなる数値かなと。で、本場出資金3万6000円での募集でしたけれども、ポイントとかを使いまして何千円か減ったのと、かつ保険料だったりっていうのをね、逆に支払ったりもしてますんで、まあそこら辺も合算しての最終的な支払い額は3万3480円ということになっておりますね。で、そこから経験を重ねてデビューしたのが去年の11月、新馬戦4着になって、このぐらいの金額を得ましたけれども、まあ、そこからね、休養を挟んだり入中化するものの勝ちきれなかったりとしまして、で本格的に北海道参戦で走り出したのが7月から9月にかけて、もうね、ここだけで出資金の約半分以上っていうのを稼いでくれておりますけれども、まあこんな感じの賞金でございました。まあここら辺もですね、その字面でね、ネット上でも見られる賞金からどれだけね、手当とかのプラスがあったり、逆にね、クラブからの引き抜きがどれくらいあるのかっていうのも計算することできると思いますね。まあ、一応私の感触としてはね、実際この賞金かけるそのままよく言われる馬主の8割分ぐらいには最終的には落ち着いてる感じですかね。やっぱ手当っていうのが思ってた以上に大きいんで、結局はそこで埋め合わせできてる感じがしますね。ではちょっとね、回収率っていうのを出してみたいと思います。まあこんだけ頑張って走ってくれたんでね、8割9割ぐらいはいってるんじゃないかなと思いたいところですけれども、まあただ多分会費を含めるとマイナスではあるのかなっていうのはまだ思いますね。賞金の累計が3万5902円ということでね、まああくまで出資金だけで言うならば一応超えた感じにはなりましたかね。まあただ維持費会費がね、まだまだありますんで、まあマイナスは確定したかなというところですね。てかまあそもそもにポイント使わなかったら3万6000円の馬ですので、まあ、やっぱりプラスではないですね。で、維持費の累計が25,680円で、会費が23,100円ということでね、まあ会費に関してはカイザーレオンだけに払ってる金額ではないのでね、そこは一概に本場だけの収支に入るかというのは微妙なところなんですけれども、ということで入った3万5000からこれらの金額を引くとですね、マイナス46,366円と、で回収率は結論 43.6% でございます。いやー、ちょっと寂しい数値、これが現実ということでね。まあただちょっと回収率に回避含めちゃうとやっぱちょっとね、大きすぎるかなって思ったんで、それを抜くとね、マイナス23,266円の 60.7% までは
上昇いたしますね。ということで募集金額を9月未勝利時点でノルマンディにて走って募集金額を賞金で超えた場合の、まあ、現実的な回収率は 60.7% もしくは回収含めると 43.6% という結論に至りました。まあこれをね大きいか小さいか人それぞれ思うところがあるでしょうけれども、まあ私の感触としては思ってたよりもやっぱりプラスにするのは難しい世界だなということですよね。まあやっぱりね牧場にいる時とはともかく厩舎にいる時の予約量がめちゃめちゃ大きいっていうのと、やっぱ回避はね避けて通れないということで、まあノルマンディさんはかなりねそういった牧場とか回避の面は頑張ってくれてはいるものの、まあ、やっぱりね甘い世界ではないっていうのは感じますね。ちなみにかける400して個人馬主さんだった場合ねどのぐらいの支払い金額になってるのかと言いますと、入ってきた金額で言うと1436万円ということですから、まあこれはやっぱり獲得賞金とそんなに変わりないところまでは手当を含めると入ってきてるということですね。さっき8割って言いましたけども、ほぼ 100% 近く手当含めるとそのまま入ってきてるということですね。ただ出資金はポイント使っても1340万円で、でやっぱり維持費がねもうここまでで1000万円超えてますんで、そこに会費も1000万近く乗ってくると、まあやっぱりねもう3200万お支払いしてるということになりますんで、まあこの後やっぱり2勝クラス3勝クラスまで行っていただかないとなかなかねこれを超えることは難しいということですね。でこれを仮にね会費よくあるね3300円にしてみるとどうなるかと言いますと、やはり単純に3倍までこの金額っていうのが膨れ上がりますから、もう2700万とかね維持費以上にまあ払ってるっていうことになるわけですよね。やっぱり長くやればやるほどね会費っていうのはどれだけその支出の割合を占めるかっていうのが分かるんじゃないかなと思います。まあ、だから相当ノルマンディさんが頑張ってるのは間違いないというところですね。ということで、まあ、ちょっとでもねこれからやれる方のね参考になったら嬉しいなと思います。まあ本気でプラスを目指すんだったらやっぱり勝ち上がるだけでは難しいですし、やっぱりどこかでね一発ホームラン級を打たなければならないっていうのはねまあ思うところでございますね。まあとはいえねやっぱりなかなかね現実的にそう簡単にポンポンね一勝するだけでも馬を見つけるっていうのは難しいことですし、まああまりねやっぱり考えすぎずにあくまで趣味の一環としてね楽しむことを大中性でやるっていうのがね、まあ、馬券と同様ねいいんじゃないかなというところですね。まあ私の目標としてはやっぱりね現実的な回収率っていうのはあまり気にしすぎずね、とりあえず募集金額もうこれを超えればね大大満足として今後も引き続きねやっていきたいと思います。まあ本当そういった意味ではカイザーレオンさんもね私的にはもう大満足というかね、あもうこれからはもう本当天国の世界だなっていう感じなんで、まああまり求めすぎずにね熱く応援していきたいと思います。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。